もネクラです。今回はプラザ限定のスヌーピー柄ロルバーンダイアリーを一緒に見ていこう。こちらもダイアリーのラッシュに続いて発売されました。発売日なんだけど、8月10日にオンラインの発売が始まって、8月11日からこちらのロルバーンが届いた店舗から続々発売を始めるという感じだったみたいです。スヌーピーのダイアリーは毎回中身がめちゃ革なので一緒に見ていこう。まずは表紙から一冊目。こっちがカード柄。こっちがコミック柄。まずはカード柄。全体で見るとこんな感じ。トランプのタワーを作ってる柄ですね。ちょっとサリーちゃんだけ顔の位置とバンドが被ってかわいそうなんだけど、こんな感じの柄になってます。みんなで遊んでる柄になってます。で、ロゴが反射しない銀箔押し、反射しないシルバー箔押しで限定シールがついてます。シルバーリングコンバンド、銀リングコンバンドで、こっちにも2024年ピーナッツワールドワイド LLC の権利表記、プラザミニプラリミテッドで発売されてます。ピンクからオレンジのグラデーションですね。裏面はこんな感じ。250ロルバーンダイアリー。LPN。多分ピーナッツだね、PN は。ピーナッツのカード柄と、もう一個がコミック柄。こちらも限定のシールがついてて、こっちは反射しないピンクゴールド箔押しです。ピンクゴールドの反射しない箔押しに、カッパーリング、ピンクゴールドリングコンバンド。ちょっと権利表記がごちゃごちゃごちゃっと被ってます。うさぎかわいい。柄数がすごく多くて楽しいですね。いいね。で、裏面がこんな感じ。こちらがロルバーンダイアリー LPN のコミック柄。開けましょう。どっちもね、開けます、今回。一応ね。まずはカード柄。じゃじゃん。サリーちゃん、ごめん。かわいいのに隠れてました。中身、楽しみです。じゃあまず扉ページ。じゃじゃん。かわいい。ちょっとすでに折り目がついてる。製本の時かな。しゃんないね。こんな感じ。で、年間のカレンダーと、あと、年間のログ部分にもスヌーピーがチラチラ。うわぁ、かわいい。ウッドストックが雨に濡れてる。6月だからだ。梅雨でびしょびしょにされてる。プールで遊ぶ8月のスヌーピーと、かわいい。大きな葉っぱとウッドストックとお花。ここのログ部分3月まであるんだね。え ?2026 年の。すごいね。そうだね。3月ってことはそっか。2026年の3月まで入ってます。で、カレンダー !10 月じゃじゃん!ハロウィンです!かわいい!何のシーンだろう?すごくかわいい。ハロウィンと11月。じゃん!かわいい!落ち葉集めの柄かな。ウッドストックが飛ばされてる。12月。じゃじゃん!クリスマスだ。かわいいね。すごくかわいい。なんだこれ本当にかわいい。サリーもなんか飾り付けられてる。次が1月。じゃん!ボーリング?何の柄だろう。1月1日スヌーピーがはしゃいでます。次、2月。じゃじゃん。ラブラブですね。バレンタインの14日がちょっとハートがいっぱいついてるから、ラブラブ柄。3月。じゃじゃん。かわいい。縄跳びしてたり、お花持ってたり、邪魔にならない感じで柄が入ってるのがかわいいですね。絶妙な柄だね。次、4月。じゃん。これは、イースターだね。イースターの柄。5月。じゃじゃじゃん。わー、かわいい。何の柄だろう。すごいかわいい。みんなで座ってる。何の柄なんだろう。めっちゃかわ。6月。じゃん。はぁ、すごくいい。ウッドストックこうやって雨風しのいでるの?逆さまにして?どういうこと?めっちゃかわいい。7月。じゃん。暑そう。溶けちゃってる。二人はアイス食べてるね。太陽が出てて暑そうな柄。8月。じゃん。はぁ、これめっちゃかわいい。8月10日がスヌーピーの誕生日かな。お祝いしてるね。これね、見本に載っててすごい可愛いなって思いました。ウッドストックの水浴びかな。めっちゃ可愛い。次が9月。じゃじゃじゃん。めっちゃ可愛い。好きなんですよ、この柄。このキャンプに行く時の柄がすごく好きで。嬉しい。9月のページが一番好みかも。次10月。じゃん。スポーツの秋だね。
みんなでスポーツしてる柄。11月が、じゃあ、なにこれ？かわいい！寝てます。めちゃかわいい！なんなの？めちゃくちゃかわいい。次が、ラスト12月。じゃん！クリスマス柄。クリスマスを教えてくれてるし、二人で鼻にキャンディーつけてるのかわいい。12月がこんな感じ。で、次からがメモページになります。こんな感じです。左上にウッドストックとスヌーピー、右下にもウッドストックとスヌーピー。今年の柄はこんな感じでした。これが全ページにバーっとついてて、でですね、ポケットが5枚なんですよ。うん、これオンラインの表記だと12枚になってるんですけど、実際についてるポケットは5枚なので、そこだけ注意ですね。今回やっぱダイアリーはどこもみんなポケットは5枚で固定されてるみたいだね。一旦しまいます。で、一応もう一個の方も見てみよう。中身多分同じだと思うんだけど、念のため開けてみよう。ちなみに隠れてた柄はこんな感じ。かわいい。なにこれ、かわいい。うさぎお腹に乗っけて寝てるの。めちゃめちゃかわいいですね。で、中身はパラパラーっと見て、同じかな？同じですね。しまいます。興奮して手汗がつく前に、一刻も早くしまいましょう。よし、今回の動画はこんな感じ。スヌーピーのロールバーンダイアリー、今年もめちゃかわでした。まだまだロールバーンのダイアリー発売される予定のものがあるのと、まだ紹介してないロールバーンとか文房具もたくさんあるので、ぜひぜひチャンネル登録して次回の動画もお楽しみに。バイバイ。